特に私たちぐらいの年代が22から25、6ぐらいの子どもたちを持ってる親だから、私たちが今一番やんなきゃいけないことは、やっぱりある意味でスケベになんなきゃいけないと思ったのね。スケベに。スケベ。スケベってほら、戦略的じゃない。じゃなまあ、かっいろんたら、なことを欲するってこと。欲する。っていうか、こういろんなことを考えていかないと、その自分のゴールにたどり着けないからね。きちっと物事を筋立てていくでしょ。で、やっぱりその欲望を正々堂々と持つってことは大事で、なんか今世の中は欲望を言っちゃいけない、何かそのものすごく暗い感じがあってね、車で楽しんじゃいけない、スピード出しちゃいけない、ものすごく今世の中は多分抑圧的だよね。でもいまだに結構欲望むき出しなとこあるよね。仕事とそのかニさ。ヤっていう笑いが気になるけねど、ねじゃないですよ、カメラの見てる人に向かって いや、清水さんはいつも前向きですよ。前向き。でもさ、例えばフランスとかイタリアって平気で60ぐらいの、頭ハゲてる親父が22歳ぐらいのファッションモデルを口説いてるじゃまあそうね、そういう国だよね。ない。国だね。まあ、あそこまで行かなくてもいいけど、日本人って自分はなんかその時代感、年齢感で自分で枠を決めちゃうじゃない。40代もこうだよね、50代こうだよね。で、実は小川さん知ってるけど、僕昨年ホノルルマラソン挑戦したでしょ。まあ、あれはちょっとした行きがかりで出ちゃったんだけど、でももう今年出ようと思ってるし、なんかできないことはないんじゃないかって、ちょっとマラソン完走して自分ににわかにそんな自信が湧いてきて、で、今年ニュール24時間レース出たばっかなんですけど、実は今まで30何年レースやってきて、24時間レース終わった後の体調が一番いいんですよ。あ、そう。ほとんど。なんかこう自分がこう活性化されるのかしら。いや、やっぱりそれに向けてトレーニングして、目的をきちっと持って、それそにの向日けをターて、ゲットにして。だから今回車から降りてもね、腰が全然痛くなかったあ、し、そう。今まで10年ぐらい前はもう腰が痛いだの、マッサージしてたの、ヒーヒーキャーキャー言ってた記憶があるんだけど、今回はやっぱ目も心配だから、目の対策もしたり、これほど完璧に自分の体をコントロールできたレースはなかったね。それにね、ちょっとこう共鳴するとこあって、去年一昨年って2年続けてそのポルシェでトランシベリア出たでしょ。あれはね、15日間走るわけで、辛いよね。でも昔1ヶ月のラリーをやってたから、大体そのどのくらい大変かっていうのはこう分かってるんだけど、でもね、やっぱりこう肉体的にはどん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 衰えてはいるんだけど、ラリーってその状況をいかにね、こう判断していくかとか、そういうことがすごく求められるじゃないですか。だからね、今の、年齢だからこう冷静に判断したり、セーブ、ある時はセーブしたり、まあ、耐久レディっていうのはどちらかというとこうウサギとカメさんレースみたいな側面もあるんで、だからね、僕も若い時よりは、今回のそのラリーの方が楽しめたし、体もね、辛くなかったっていう感じそうはあだるね。ね。まあ、だから最近ブログのレスとか、まあ、いろんな友人知り合いからメールもらったりして、とにかくなんか同年代の私がホノルルマラソン行ったり、まあ、そのちょっとトレーニングして体絞ってマッチョになったり、まあ、そんな姿を見るとなんかみんなちょっと自分もやんなきゃみたいな感じだね。やってみたら意外とできると。だから今50親父がなんか思いっきりエッチになれって言ったのは、そういう意味でなるほど。自分を光り輝かせることがまだできて、まだというとおかしいかな、50の色っぽさ出せるんだよね。だからそれをやっぱりやらないと、もうしぼんでったら、若い連中は親父の背中見てるから、将来あんななっちゃうんだなんてじゃなくて、ああなりたいって思わせるようなそのやっもぱのにりしないといこけないかう、怖い親父というかね、なんか文句言える年寄りになっていきたいよね、そうだ若い人にね。ね。だからもう最近はもう自動車業界に対しても、自動車メーカーの社長に対しても、もう間違った時はあなたもその考え間違ってますよと、一体何をしたいんですか、やっぱそういうスリリングなね議論していかないと、なんかこのちょっと寝る前に使って、その使ってた
日本丸が気がついてみたらもう喫水船でね、うん、足元見たら穴が開いてて沈没していくわけですよ、うん、あのとにかく特にね70年代の自分のことを思い起こすと、うん、やっぱりね、うん、そのちょっと上の世代の人たちに憧れて育って、やっぱ70年代結構自分は空虚だったから、うん、やっぱり今になってね、まあ、まあちゃんとした大人になっていきたいなっていうふうには思いますけどね、うん、そうですね、うん、あの小川さんカメラキャノンでしょ、はい、結局カメラってニコンキャノンじゃない、うん、世界制覇したじゃない、うんうん、こうやって将来トヨタホンダのハイブリッドが世界中の自動車に、うん、あの取って代わるかもしれないぐらいのデファクトになるような技術だとしたら、うん、やっぱ日本のものづくりって素晴らしくて、うん、でこの前ねある家電メーカーの部長さん、車好きの部長さんとちょっとある会合で声かけられたの。で清水さんの原稿いつも面白く読んでますけど、一点だけ文句優しくださいと、うん、はい、何、ダメなものの代表として白物家電という言い方しないでくれと、うん、実は今白物家電はものすごく高機能家電、うん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 、その安かろう悪かろうじゃないんですよ、うん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 、洗濯機はこうなってます、冷蔵庫はこうなってます、うんうん、確かに今あのうちにある洗濯機とか、うん、あと掃除機かな、うんうん、掃除機なんか触ったことある、うん、あるもちろん、えありますよ、事務所の掃除とか自分でしますよ本当、うん、僕も結構家電好きだから、すごいね今の掃除機ね、こんなコンパクトでね、うん、部屋の空気汚れないしね、ターボなんとかとかね、そう吸引力すごいしね、うん、たまにはそういうのやったほうがいいよ、びっくりしたよ、うん、だから白物家電は今プレミアムですから、うん、機能がちゃんとありますから、うん、むしろ、うん、むしろ自動車が昔の白物家電ですから、うんうん、清水さんが日本の自動車が白物家電化してるっていう言い方は気に入らないと、うん、なるほど、失礼しましただから確かに家電は進んでるかもしれないね、まあ、自分のそのプロフェッショナルがね写真家なんで、どうしてもこう形とかね、そういったことでこう見てしまうし、そういうところに魅力を感じてしまうところが多々あるんだけど、そういうことで言うと今の話で言うとね、日本人ってずっと昔からお米を作ってきた民族じゃないですか。だから農耕民族の DNA を誰しもが持ってると思うんですね。で、例えばその車で言うとね、イタリア車であったり、まあヨーロッパの家具であったり、突飛なものをね作るってことがとても苦手じゃないですか。突飛なもの。うん。まあそれは斬新なデザインっていう言い方でもいいと思うけど、うん、でも製品としてのクオリティ、例えば車なんかでも家電でもそうだと思いますけど、初期不良の、パーセンテージっていうのはもうめちゃくちゃね少ないし、日本製品はね、で日本人の得意とすることはね、コツコツと、ある一定のレベルのものをこう組織的にみんなで作っていくってことが得意じゃないですか。でそれは日本の家芸だと思うんだけど、お米作りがそうなの。お米作り、そうですよ、お米作りは一人じゃ作れないし、コツコツと、そうだって時間が長い時間かかるもん、うん、でそれをみんなでもう毎日毎日水の質からお天気と相談しながらいい米を作っていくっていうのはもうすごい大変なことなんですよ。そうだね、それが僕はね、日本のものづくりの原点だと思うわけ、うん。